チェックチェック、ワンツーチェック、みんな聞こえてる？ユーストリーム見てるみんな聞こえてる？それじゃ早速いくよ。いいね、これ入ってる？大丈夫？いくよ。それじゃ行きましょう。お笑い米軍基地7、本島縦断オール新作ツアー2ヶ月前緊急告知スペシャル。はいさーい、まーちゃんことまーちゃんです。イエーイ。邪魔、いらないから、これいらないから、今もうみんな見てるからね。え、皆さんこんばんは。まーちゃんことまーちゃんです。はい、現在ユーストリームの放送、生放送でお送りしております。どうなんでしょうね、これみんな見てんのかな。もう今11時、1分ね、回りましたけど、みんな見てる？なんかさ、ツイッターでもさ、つぶやけるみたいだからガンガンつぶやいてね。ということで、今日はこれをやりますよ。出せた、今出せ、うん、そう、これが裏、そう、お笑い米軍基地7、本島縦断オール新作ツアー、ペラペラなってペラ、ちゃんと出せや。本島縦断オール新作ツアー2ヶ月前緊急告知スペシャルだぜ。イエイ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 。いいねいいね、こういうのいいよ、こういうのいいよ、ちょっと弱いんだけどね。ということで、じゃあ早速ですね、あの後ろの方にね、席、おー誰が席してる。入ってるよ席が。おい、ということで、ちゃんとね後ろの方にね、あのポスターとかね、椅子も用意されてるから、ちょっとそこにね移動したいと思います。ちょっと待っててね、ちょっと待っててよ。来たよ、これ、よいしょよいしょ、これでいいのかな。はい、これ耳側につければいいのかな。あれ、どうですか、みんな聞こえてる？どう、どんなんですか。これいいね、この緩い感じがいいね。はい、さあということでですね、いよいよ始まりましたよ。お笑い米軍基地7、本島縦断オール新作ツアー2ヶ月前緊急告知スペシャル、やったー。はい、改めまして皆さんこんばんは。FEC 沖縄にあります、お笑いの団体 FEC のまっちゃんことまっちゃんです。よろしくお願いします。いや初めてだね。ユーストリームの放送でね、今日は生放送で、まあ1時間ぐらいねやっちゃおうかなと思っておりますが、まあ僕一人だけでね、喋ってもなんなんで、今日ですね、特別ゲストをですね何人か呼んでます。もう早速呼びましょうか。お呼びしましょう、FEC の若手芸人ゴリラコーポレーション。来た。かぶってる、俺とかぶって、やった、早く座れや。映ってるじゃない。俺が映ってないから、俺早く座れ。いたんですかじゃない、はい、早く座れや。はい、ゴリラコーポレーション、どうもこんばんは。元気です。元気、はい、じゃあもうマイクでちゃんと喋って、後編もこれで喋る、これ、はい、これで喋れますか、これで喋れるはずよ。美味しそうですね、これ。美味しそうじゃない。アイスクリームじゃないからよ、これ。美味しそうな色してる。はい、ということで、今日はね、また2人だけじゃなく、はい、もう2方を呼んでいます。それじゃあお呼びしましょう。知念田新一郎&ニッキー。いやー、来た。来た。だから、かぶってるよ、ニッキー。でかい。ニッキー、かぶってるから。ダメだよ、素人みたいです。離れてるけど顔がでかい。これ電気屋の前で子供がよくやるやつあるの。やらハーフ、アメリカ、それ落ち着け、アメリカ。はい、見てみや、もう番組始まって4分経ってるよ。うわ、はい、もったいないですね。確かに、もったいない、もったいない。はい、ということで、はい、じゃあ改めまして紹介しましょう、はい、FEC の若手芸人知念田新一郎&ニッキーです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。来ましたね。いやもう今日はこういうごちゃごちゃした感じで、はい、ね、1時間お送りしていきますんで、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみですね。楽しそうだ。今日は何やるんですかね。今日はぶっち
ちゃけさ、はいはい、これ CM とかこれ途中入らないわけでしょ。なるほど。でこれインターネットでしょ、はい、なんか普通のねこの地上波のテレビとか、うん、こうラジオとか、はい、とまたちょっと違うわけでしょ、うんうん、だから言いたいことを、うん、言いたいタイミングでどんどん言っていこう。お、そんなことしていいんですか。大丈夫ですか。ただ今日ザックバランに、うん、あこんな言って後から文句言うんですよ。確かにマーチャーさんそういうところあるな。まあ一応ね俺たちのことを多分知らない人もたくさんいると思う、うん、そうでしょうね、それからね、はい、ちょっとね、じゃあツイッターもせっかくあるんで。そうなんすよ、これちょっと活用しつつ、今どういうの来てんの。もうすでにすごいたくさん来てます、ね、まず例えば大阪の方から青森からありがとうございます。おー本島縦断大阪にも来るという本当映ってるわね。あと他にもね、はい、見てるっていう人とか、はい、始まり始まりっていう中で、はい、なんとですね、はい、あの沖縄で今一番人気があるという、はい、ゴールデンアワーアワー西向井局長が局長らに見てるの。一言、うん、ガサガサしてるよ。声かな。暇だな構造さん。いいですよ。早く子供寝かしつける。すごい。じゃあいろんな人が見てくれてる。ガンガン来てます。すげえ。だからじゃあまずはじめに、うん、何をしなければいけないかっていうと、はい、みんなね、うん、それぞれなんかツイッターをやりながら、うん、でパソコン見ながら、うん、でこれ見てるわけでしょ、はい、まずは皆さんのお友達に、あ、そうだね、今これ生放送でやってますよと。うん、いうのを、うん、まず伝えてください。広めようと、うん、はい、だからガン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 今ね、例えば携帯に あるアドレスにメール送るなり、うん、でツイッター仲間とかにつぶやくなりして今すぐ送ってください、うん、でそれと同時に、なんでしょうね、俺たちのこと知らない方もいっぱいいると思うから、はい、俺 FEC っていう沖縄のお笑い団体なんですよ、はい、その他にまだまだもういっぱい20名30名ぐらいいるんですけど、うん、FEC は何の略かを送ってきてください。そうですね、なるほどなるほど、どっかで聞いたことあるから、ね、中田先輩がやってるような、そういうことですけど、なるほど、ちょっとしたお題みたいになってますよね、はい、FEC ね、はい、FEC 何の略かをこうツイッターでつぶやいたらいいさ、うん、送りやすくなりました、ね、そんな感じでやりながら、もうガンガンこれだから生放送だし、そうなんですよ、つぶやきもどんどん拾っていきますので、どんどんでも増えてきてますよ。あ、すごいすごい。一応まーちゃんさんに、うん、西向井局長から、うん、暇言うなという暇ではないと。暇でしょ。暇じゃないのに見えるのか。いや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 、あの男は暇ですよ。あの男はね、多分ね、嫁に相手されないで今多分ね、一人で家でパスタ作ってる。パスタ作りながら見てる。作りながら多分見てる。お手余してますね。そういう意味では忙しいですけどね。そういう意味では忙しいです。確かに。どんどんまーちゃんさんファンも来てますよ。マーちゃんさん、ニッキーさん、ゴリラコーポレーションのお二人さん、はじめまして。はじめました。僕のことは何も触れてない。そうですか。まーちゃんさんの著書はいくつか読ませていただいています。お、マジで。この方ね、昨日もちょっと来たんですけど、はい、愛知県から。あ、本当ですか。愛知から見てくれてます。すごいですね。いやだから著書っていう話がいたからね、早速僕もね持ってきました実は。お、私の、あ、こうカメラも切り替わるんですよ。すごいすごい。これどこで映ってんの。こっちよりこれ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 、なんでや中心だもん。いや見え見えない、かぶってる。はい、ということで、そうなんですよ、はい、今日はせっかくね、はい、これ世界に流れてるっていうことなんで、はい、すごい、僕の、はい、出した本3冊持ってまいりました。ね、3冊ともゴーストライターが書いたら、確かに、はい、ゴーストライターアランド、また嫁が書いたダメやん、それもダメ。でも正直さ、これ3冊あるでしょ、はい、この本、うん、ね、全ての本において、うちの嫁が写真を撮っております。え、本当に、マジだよ、本当ですか。これ、これは1冊目出した本なんですけど、はい、2006年に出した「お笑い米軍基地」っていうタイトルの本なんですが、はい、これ海をバックにね、綺麗なこれ写真でしょ。すごいですね。これ実は嫁の携帯で撮った写真。すごい。携帯の写真を大事な本の表紙にしたんですか。すげー。これはアラハビーチめっちゃ近場じゃないですか。アラビーだから今度お求めやすいお値段で。ありがとう。952円で売っております、うん、そしてこちらが、2年前に出した、うん、これすごい NHK 出版から出てんだよ。お笑い沖縄ガイドっていう、うん、本なんですけど、うん、この表紙あるでしょ、はい、これも嫁の携帯で撮りました。携帯大活用大活用すごい。だからさらに安くなってますからね。あ、
こっち、あ、こっちも映るのかな、あ、すごいね、あ、これなんだこれ、なんかこれ、盗撮とかするやつですよね、違うよ、絶対違うよ、なんてことよ、これ用に使うんだよ、もっとイニッキーいい位置にこう、そうそう、これ、こういうことか、そう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 、これ、うん、で、で、このね、著書、著者の写真があるでしょ、これかな、これも嫁が撮りました、あ、これそうそうそう、これですか、これこれこれ下手だね、カメラマーク下手だね、大丈夫ですかこれ、あ、で、で、これが去年出した、はい、まーちゃんの、はい、お笑いニュース道場っていう、今も絶賛発売中ですけど、まあ3冊とも、はい、これはあの琉球新報さんから出した本なんですけど、実はこれの表紙はちゃんとあの新聞社のカメラマンさんに撮っていただいたんですよ、はいはい、僕はこういう風に撮ってくださいって、うんうん、ただ、うん、あの中身の写真ですね、はいはいはい、例えば、これですね、これ大丈夫ですかこれ、大丈夫大丈夫です、例えばこういう本ですね、あ、新しい腰パンっていう写真、膝パンとか肩パンとか、はい、こういうおバカな写真は嫁が全部撮ってるどんだけ嫁さんこき使うんですか何がすごいってこの時妊娠8ヶ月だって休ませてあげてくださいね、で、はい、まあそんな感じで、ありがとうございます、もう早いね、もう10分過ぎた、お、はい、もう終盤になりますか、もうそうですね、終盤じゃないよはい、ということで、じゃあまあ、うん、もう早速なんですけど、はい、今日は何をやるかっていうと、はい、この番組はですね、お笑い米軍基地セブンの、ね、お告知番組です、お、あ、そうなんですね、はい、今知ったなんか僕はもうね、うん、いや先輩に呼ばれたから来たけど、うん、どうしたらいいものなんかいやいや来たみたいな、いや正直ね、ラーメン食べたかったです、夕飯時期、夕飯時期なんだもん広いよ、ね、で、はい、あのですね、まあお笑い米軍基地セブンという、はい、まあ沖縄の米軍基地をテーマにした、うん、お笑いの舞台を、はい、僕が企画演出脚本をやっていまして、はい、でもちろんメンバーも ね、 そ う、 ですね、あのうちのメンバーも出し合って、はい、はい、お前何も言ってないわいや人のセリフしか覚えない自分のセリフ覚えないし、ね、うん、でいろいろこうみんな FEC っていうお笑い団体でやってるんですが、はい、その新作公演が、はい、6月からあるということで、うんうん、はい、その2ヶ月前スペシャルです、わあ、今年もやるんですかこのお笑い米軍基地、はい、やりますよ、ね、もうだって本当で俺今忙しい、一番忙しい時期、もう2ヶ月前って言ったら、はい、本当に忙しい時期ですけど、うん、あの今日はせっかく告知させていただけるっていうことなんで、はい、早速じゃあこのコーナーからいきましょう、コーナー、なるほど、ワンミニッツモノマネ告知、おーい、どうですかこれは、どんなコーナーなんですかこれは、このコーナーはですね、はい、1分間モノマネをしながら、はい、まだ全く中身が決まっていないお笑い米軍基地セブンの告知をしてもらいます、うん、なるほどちょっと待ってください、はい、2段構えぐらいでハードルがあるんですそうそうそう、まず中身の決まってないお笑い米軍基地の告知、お前なんか分かるだろもう7年もやってたらこの時期俺が台本書いてたことあるか本当ですよね、うん、いつもギリギリですからね、ギリギリですよ、いやそれはまだしも、うん、モノマネをするってどういうことですかモノマネ、いやだってただ告知したってしょうがないでしょ、はあ、だって俺たち何って聞かれたら何よ、モノマネ芸人だろ、どこが違う違うほぼやらないわそれは一理あります、ね、なんいや何だろ、やらのモノマネできるだから一応はただ告知するんじゃなくて、はい、こうモノマネをしながら告知を、しかも1分間で1分間で、はい、1分間長いですよ、お手合わせしますね、ほんとで、どうやって誰がモノマネするかっていうのをね、はい、これちゃんと今日用意してきましたんで、はい、待ってください、王様ゲーム風にコンパじゃないですかこれいや今日コンパ気分でいこうよ、男だらけでハーフもいるしね、でこれに1人だけこう当たりがありますんで、うん、それ当たったやつがモノマネしながら、なるほど、うわ、はいはいはい、ただちょっと何のモノマネをするかはこう決まった後に、誰がやるか決まった後に、みんなそれはそれで嫌です、自分で選べないです、選べない選べない、選べないです、はい、じゃあ行きましょうか、うわ、はい、じゃあみんな引いてください、はい、行きましょう、ちょっと待って、怖い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 、引いてください、はいはいはい、じゃあこれ、じゃあこれ、はい、行きますよ、はいはい、モノマネだーれだ、はい、誰、はい、マジかよ、ゴリラ、よかった、よっしゃー、ちょっと前の方にスタンバイスタンバイ、マジやったスタンバイスタンバイ、よかったよかった、これまあ言った通り、あのお笑い米軍基地の告知番組だからさ、はい、ね、うん、だからちゃんと告知をしてもらわないといけないんですけど、うんうん、モノマネどうしよう、
とりあえず始めたからなんかね、あ、リストがあるんですか。なんかいろいろリスト作ってきたんだけども、おう、もうなんか簡単なやつからいこう。そうですね、最初は、ね、最初なんでね。そうだね、あの多分今この時期にやって一番恥ずかしいモノマネからいきましょうか。なんかそんなあります。戦場カメラマンちょっとずれたね、ちょっと遅れめの、ちょいね、もうちょい 4,5 ヶ月前ぐらい一番恥ずかしいやつです。うん、そうですね、で今夜そこにポスターあるんで、はい、お笑い米軍基地の、はい、それをちゃんとカメラの前に見えるように出しつつ、はいはいはい、あ、出してごらん、はい、こんな感じですかね。また隠れるな。まあいいや、俺なんかモニター見てるんで。どうにか、はい。はい。じゃあ、行きますよ。はい。1分間。1分間ですね。1分間ですよ。はい。じゃあ、ちゃんと顔も前見えるように。お。そうそうそう。あ、いい。いくよ。はい、それじゃあ行きましょう。ワンミニッツモノマネ告知。よーい、スタート。お笑い米軍基地。セブン？何これ？本当銃弾。オール新作ツアー、危険なところにも行きます。6月18日の土曜日、パレット市民劇場、18時半オープン、19時スタート、全席終了。全然できないですよ、告知。何これ、お前よ、もうちょっとテンポ感出せや。テンポは出せないんですよ。この人では。オッケーオッケー、じゃあいいよ、まあ、とりあえずこれあ、また後から、また後でやりましょう。はい、ありがとう、はい、うわー、よかった、これ選ばれないで、本当によかった。とりあえずまた後からやるからって。これ難しかったな。すごいですね、もう、ま、すぐ反応がすぐ来てる、すぐ来てる。似てねえ。似てませんげ。そして、はいはい、このモノマネは、うん、ネタはこっちから振っていいんですかという。あ、もう、ツイッターでも。また後からあるんで、もしよかったら。それだったらもっと面白くなったんですけど。いやいや、知らんの。まーちゃんさんの振りが悪かったってこと。そうそう、まあ、俺まーちゃんさんいつもこんなんですよ。バイ。はい、じゃあまあ、もう時間もう見てみや。17分過ぎてる、何もやってないよ、まだ、本当だ、何するんですか。じゃあ次のコーナー行きましょうか。コーナーあります。続いてのコーナーはこちら、はい、クイズ、今年のオール新作公演はこうなる。おー、クイズ、イエイ、クイズなんですね。クイズですよ、クイズ、はい、はい、さあ、このクイズ、今年のオール新作公演はこうなるなんですが、うん、まだ内容が全く決まっていない、うん、お笑い米軍基地セブンについてクイズを出題、答えてもらうコーナーです。もういっぱい矛盾してますからね。何が、だから中身が決まってないわけでしょ。何がクイズも何もないよ。いやでも大体のなんつうの、もうね、お笑い勉強して始まってもう7年目ですよ。7年目です、うん、大体俺が作ってくるネタの傾向とか分かるわけだろ。じゃあこの答えがもうこ採用されて、そうそうそう、コントに、まあ、なるかもしれないし、はい、いいじゃないですか。いやだからそれはもう張り切って、うん、答えてください。任せてください。ああ、まずね、あ、面白い答え出さないと、うん、あのネット上で罵倒されますんで。そうですね。ツイッター上で。デジ怖い。デジ怖い。はい。そうですね。じゃあ早速ですけど、じゃあ公演、はい、今日は、ね、ホワイトボードも。マッチさん、いろいろコーナーを仕込んできてるみたいなんですけど、ツイッター上では、うん、進むの早って。違うさ。いつも見てるユーストリームと一緒にするなよ。あんなダラダラやってるユーストリームなんだ。あんな許さはないと。許さないぞ。本行きましょう。きっちり1時間で終わるからな。すげえ、地上波見て。はみ出さずに。すげえ。それで CM も入れときましょう。あと公演、業務連絡です、はい、このホワイトボードマーカー買ってきたばかりなんで。そうですね。まだ先っぽが奥の色出しまで時間がかかりますね。ちょっとみんな色出しをしてください。どうすんのこれ、どうすんの。あ、シコシコしたらいいよ。シコシコやんねん。何かコントあるでしょ。みんなシコシコする。全然出てこないんだけど。あれ全然だ、ほんとに。どんなんのこれ。これ一回押さないとダメじゃないのこれ。あ、キャップを閉めたまま中の、まさかこんなところで時間使ったのは分かってくる。だからタンタンと詰めてたんだ。閉めながら、閉めながら振ってください。閉めながら振ってください。これ何の映像だろ。ここから見た人びっくりしますよ。あ、出てきてる、出てきてる、出てきた、すんごい出てきてる。あ、すんごい出てきてる。俺出てこない、なんで俺出てこない。先っぽからすんごい出てる。オッケー、マジでマジで、あ、かける。俺出てこない。あ、出てきた。じゃあ早速いきましょう。俺全然出てこないって、待って待って待って、俺全然出てこないって。早くシコシコしれよお前。何かこれ、俺罰ゲームみたいな。表情もつけ、表情も。いいか、はい、
ということでじゃあ行きましょうか、クイズ今年のお笑い米軍基地新作公演はこうなる、第1問です。今回のオール新作公演のキャッチフレーズは何でしょう。なるほどね、キャッチフレーズ。ちなみにですね、うん、去年はワッターの怒りを笑いに、うん、はい、これがキャッチフレーズです。去年ね、鳩山総理大臣が、はいはい、沖縄に来て5月ぐらいだったかな、それまではねカチャカチャうるさい、少し少し、お前たちが考える間を与えてるんだから俺は俺全然出てこないね、本当に出てこない、なんだばい、オッケーオッケーオッケー、もう大丈夫、オッケー、はいはい、ね、だから鳩山総理大臣が、はい、まあ県庁の方に来て、はい、まあ最低でも県外って言ってたのに、うん、まあ結局は県内、うん、になってしまったっていうことがあって、うん、沖縄の人たちがなんていうの、こう怒りって書いたやつをさ、うん、県庁でうわーってやってて、これがもう全国で大々的にニュースになりましたけど、はい、それをパロディにして俺たちは笑いっていうものを持ってこう県庁前で CM 撮ったりしてね、はいはい、だからそれが、去年のキャッチフレーズですよ、ワッターの怒りを笑いに、はいはいはい、っていうのがキャッチフレーズでしたが、うん、今年のオール新作公演のキャッチフレーズは何でしょう、うん、はい、書いて、誰も書いてない、書けや、聞いてるこんだけ聞いてるマーちゃんさんが聞いてんの、聞いて先輩の言うことは聞かない、話は聞けよって言うその間にも書け早く、なんでこんな怒ってんの、怖い、怖い、なんだ、何だ、マーちゃんさんと違う、誰ならやるな、お前なんか全部マーミーとかメロディーに怒るのに俺なんすか、何だろ、俺も名前も可愛いからさ、お前名前マーミーにしよう、お腹も可愛い、可愛いじゃない、はい、書け書け書け、で、ちなみに去年がワッターの笑いを、うん、怒りを笑いに、はいはいはい、これがキャッチフレーズです、はいはいはい、早く書け本当にこんなところ時間使わんけ、ちょっとバチャ繋いでおいてください、いや、ほら皆さん元気ですか夕ご飯何食べました、あ、僕あの夕ご飯もういいよ、だから絡んでくるなよ、はいはい、お声できた、はい、はい、じゃあ行きましょう、はい、今年のオール新作公演のキャッチフレーズとは、バッターの左内角に何だこれ、これ何だバッターの左内角に入れていこうと、あ、なるほど、ズバッとね、はい、ズバッと入れていこうっていう、バッターの左内角に左内角右バッターとなんか左バッターでもなんか違うような感じ、まあ、左内角に、いいよいいよ、はいはいはい、七年田新一郎、七年田新一郎、これどこに行ったらいいですか、あ、こっち、うん、こっちですか、はい、行っていいですか、はい、いいよ、キャッチフレーズ、うん、ドキ米兵だらけのお笑い米軍基地、はい、こういう感じよね、ポロリもあるよね、ポロリもあるよ、じゃあはい、僕できました、はい、そうですね、もう諦めて一層、カメラどっちです、こっちです、こっちです、はい、はい、軍用地から植民地にうまい、はい、うまい、はい、いいですね、はい、いいですね、そうだよな、俺たちさ、もっと植民地魂を出して、そうそうそうです、もっと行かないとダメだな、そうです、ピラミッド作りましょう、みんな、そうですよ、皆さん言っときますよ、沖縄はね、日本とアメリカの植民地だからね、ほんとそうですよはい、OK、はい、です、はい、これは、あ、こっちか、はい、いいよ、お笑い米軍基地セブン、ラスト、終わらさんけ、そろそろラスト、終わらさんけ、7回ぐらいで頑張るよ、頑張るよ、7回ぐらいで頑張るよ、頑張るよ、あ、ちょ、あ、そうですよ、ニッキーハーフなんですよ、あ、ハーフです、ハーフですよ、そうですよ、お父さんアメリカなんだよ、お父さんアメリカなんですよ、アメリカ、ね、さっきツイッターでは、うん、ニッキーがあんまり喋らないっていう、さっき喋ったらやっと喋った、その中からだね、余計喋りにくくなるっていう、あ、できた、しんいちろん、あ、できました、あ、じゃあ、はい、今年のオール新作公演のキャッチフレーズは、はい、あの中田幸子も憧れたお笑い米軍基地セブン、あ、まとめすぎだな、確かに確かに、こんなよくやるわ、うん、ちょっとまとめすぎだ、はいはい、はい、どうぞ、お笑い基地、あ、お笑い基地、はい、楽しそうだ、その基地、はい、楽しそうだ、はい、兄貴、お笑い米軍基地セブン、はい、セブンセブンなんだなんだ絵は上手だけど、ね、絵は上手だけど、ね、面白い、はい、怖え、怖え、ほら名前間違えた、許すか、早く鍵、いや、さっか鍵かっこしか書いてない、書いた、怖え、ま、ちょっと待ってくださいよ、いや、こんな出せや、早くもう時間ないよ、やばいやばいやばい、あの、よかったらツイッターでもつぶやいてください、そうですよね、ね、どん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 、今年のオール新作公演のキャッチフレーズは何でしょう、皆さんよかったらね、はい、僕行きましょう、はい、じゃあ知念田新一郎行きましょう、はい、どうぞ、お笑い米軍基地セブン、はい、今年は笑いなしあ、もう新しいかも、米軍基地、確かに新しい、米軍基地の話だけをするっていう、お笑い、うん、うん、はい、他、あ、くそ、あのタイミング出せばよかったくそーナイバーもん、はい、いいですか、うん、
静かになって静かになって、あんなに元気だったのに静かになってる。はい、あ、ツイッター来てる、来てますよ。あ、ツイッターの方の、あ、つぶやいてる、つぶやきいいですか。はい、どうぞ。この答え、キャッチフレーズ、はい、今年のオール新作公演のキャッチフレーズは、シコシコ、まーちゃんのポロリもあるよ。おー、いいいいですよ、いいですよ。ありがとう、こんな感じで皆さんどんどんつぶやいてください。もう一個来てますよ。はい、ありがとう。局長から。あ、局長ありがとう。キャッチフレーズ、怒りのゴーヤー。はい、怒りのアフガン風神。ダンボール。いいですね、怒りのゴーヤー。最高ですね、曲調されてますね。皆さんこんな感じでどん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 ください。そうなんですよ。あの、すみません、僕の名前がさっきから T シャツになってるんですよ。これね、これ説明すると長くなるんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。昨日も言ってもらってもらう。そうそう、あの中澤先輩とかでしょ。ゆるい感じでやったんだろ。そう、ゆるい感じやったら、俺がもう T シャツ以外の存在感がないということで、みんなツイッターに俺 T シャツ T シャツだってつぶやかれ始めて、その流れで俺今日 T シャツ T シャツって名前。なるほどね。はい、じゃあ他にも、はい、書いてください。はい、なんだっけ、今年の笑い米軍のキャッチフレーズ。キャッチフレーズね。はい、はい、あ、まーちゃんさん。俺はもう答えしか出さない。あ、そっかそっか、俺答えしか出さないから。はいはい、ニッキー、お笑い米軍基地セブン、ヤスリターンズ。誰が分かる、誰が分かる、分からん、分からん、分からん、ヤス、ヤス知らんだろ、みんな。あの FEC にね、いた若手芸人なんですよ。ね、今はなんかタレントとして、マルチタレントとして、マルチタレントとして多方面にて活躍して、全然見ないんですけど、どこで活躍してるんでしょう、分かんないですけど。もういいですか。もういい、難しいな、難しい。じゃあもういい、まだまだ問題あるから、じゃあこれ以降ね、じゃあ答え合わせしましょうね。答え合わせ。今回のオール新作公演のキャッチフレーズは何でしょう。答えはこちらです。T シャツ以外も出るよ。嘘。もう何メインかわからんなって。完全にこれ今決めたじゃないですか。T シャツ以外の人も出る。なるほどなるほど。まず T シャツの説明ながらこれやることによって。はい、次行きましょう。続いて第2問。はい。今回のオール新作公演でお客さんが度肝を抜かれたコントのタイトルは何。あはー、今までいろんなコント、ちなみにですね、今日持ってきたわけ。どんなの、お、お、お、今までのやつ、今までの全てのコントやったやつを俺今日持ってきたわけ。少ない、何本ぐらいやる、数多いわ。全部で70本近く。うわ、例えばこれね、ちょっとごめんね、拡大してくれよかったんだけど、本当そうです。例えば今までやったらどういうコントがあるかっていうと、見えにくいな、見にくいですね、うん、じゃあ読み上げます、うん、例えばフェンス、フェンス、日の丸、はい、人の鎖、はい、ヤンバルクイナモアイ編、うん、悪の数軸、うん、あとハーフね。あー、はい、ハーフもありましたね。整理縮小、うん、はいはい、名作ですこれ。Y ナンバー、ヤスクに参拝。あ、ありましたね。懐かしいですね。歴史が見えてきますね。平和の礎、うん、歴史教科書、はい、あ、いいね、うん、あとビリーズベースキャンプ、懐かしい。あー、あったね、うん、全米オープンゴルフ、嘉手納基地オープン、はい、あー、もうあれ1回しかやらなかった。1回しかやってないやつですね。ねえ、まだまだほんといっぱいあるんです。今ね、うん、最近話題になったメアさん、はい、メアさんが総領事時代にネタにした総領事っていう、はい、あれコーヒーかけられた事件ね、はい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 、あれもやってるし、うん、もう本当に言えないやつとかも最近、うん、去年のやついきましょうか。去年のやつは東京フレンドベース。なるほど。ああ、はい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 、仕分け人とかね。はい、出ましたね、僕ね。たわ。まあこんな感じですよ。うん。かけやだから。え、かけや、話してて聞かないといけない、聞かないといけない、書いとけ、コンサートで怒るんだから。ちゃんとやらないとね、はい、うん、つぶやきがね、はい、来てる、頑張ろう FEC って。心配されてる、心配されてるんですよ。じゃあそれキャッチフレーズにしようぜ。今年のオール新作公演の、はい、2期書いた、あ、はい、おー、はい、はい、じゃあ行きましょう。今回のオール新作公演でお客さんが度肝を抜かれたコントのタイトルは、引田天功爆破脱出コント。面白そう。気になるわ。基地関係ない、基地関係ない、ドギモーの体何して。いや、よく引田天功知ってる。全部ひらがなですけどね。なるほどね。アメリカでは有名だからな、引田天功。天功、天功有名だからな。なんとかファイヤーって、なんとかファイヤーって。英語は下手だろ。はい、おか、どうぞ、どんどん、うーん、そっか、考える時間長いから、ね、はい、はい、これ、じゃあ、ゆうすけ、はい、これちょっとまあ
軍事問題なんですけど、うん、そうだね、じゃあ行こうか。今回のオール新作公演でお客さんがどぎもを抜かれたコントのタイトルは、北の国から。はぁ、あ、うまい。北の国だ。はい、北の国。でもな、あの北朝鮮なんかいっぱい話題にしてるもんね。そうです、そうです。ね、キム・ジョンナムさんとかも出てきたし、ね、サンナム。サンナム。ありましたね。だジョンナムはあれ長男だろ。あ、長男ですか。ジョンナム、ジョンナム、ジョンウィル、ジョンウィル、ジョンウィルが今の、うん、そうだよな、ね、まあとにかくいっぱい出てきたね、なんかいろいろそういうのも、あのテポドンとかもね、いろいろネタにしましたけど、はい、アーカイブいやツイッターがちょっと面白かったんで。何ですか、コントのタイトル。あ、じゃあ行きましょうか。今回のオール新作公演の、お客さんがドキモン抜かれたコントのタイトルは、よっちゃんがいっぱい。やだな、うわやだな、よっちゃんがいっぱい。見てますね。どうせ受けるんですけどね。そうなんですよ。よっちゃん受けるな。よっちゃんどうせ受けるんですよ。よっちゃん本当に受けるな。なんだろうな、あれな。うん、そっか。おおお。何？ツイッターが中澤さんから。あ、中澤来てる。中澤見てるの？見てますね。中澤さん、中澤先輩からつぶやき。はい。中澤ですけど、うん、すいません、今事務所で作業中なんで、うん、もうちょっと小さい声で喋って。いやー、あのところで絞ればいいやん。わったあの問題じゃない、うん、絶対あの人参加したいんだ。参加したいんだ。中澤送ってきて。こういうとこあるわ、中澤さん、うん、今回のオール新作公演でお客さんがどぎもを抜かれたコントのタイトル、うん、送ってきてください、もう出ないやった。ちょっと待ってください、うん、ちょっと待って。うん、僕全然出ないっすね。いやいや、1個ぐらい出せや。なんでもいいやん、タイトル。ゴーヤー弁当とかでもなんでもいいやん。なるほど。そしたらなんか目屋さんのな、あのゴーヤーの、あの、あ、さっきのとこから。はい、僕出ました。はい、あ、はい、どうぞ。コント、あ、コントタイトルは、コント団地妻。いいよいいよ、こんな感じ、こんな感じでどんどん出していく。その後俺も出ましょう。はい、じゃあ新作公演のお客さんがドキュメントを抜かれたコントのタイトルは、コント中今の娘っていう。あれも気になるな。あるでしょ。あ、娘さんタッコアイムッカイしてるもんね。タッコアイムッカイって、あれも全然もうお笑い米軍来たら普通にネタになってますからね。早く早く書いて。早く、はい、オッケー、はいはい、はい、じゃあ、今度の新作公演で、お客さんがドキモを抜かれたコントのタイトルは、コントマッスルミュージカル。もういいよいいよ、いいよいいよ、こういうの、こういうの、どん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 出しても、うん、うん、あんまり躊躇したらダメね、うん、こういうの。ツイッターから一個いきます。はい、行きましょう。コントのタイトル、はい、行きました。 FEC48 総選挙。あ、いいよ、いいよ、これ別で舞台立ち上げますよ、これ、ねね、ただ FEC48 にもいないですけど、いないけど、確かに残念ながら。残念ですね。もういいですか。あ、はい、じゃあ行こう、ゆうすけ。これ僕が最後でいいんですか。じゃあゆうすけ、はい、お客さんがどぎもを抜かれたコントのタイトルは、コントスパゲティよりミートボール。いいんじゃない。これはもうすごいイタリアを中心とした。いいです、ニッキーも出てますよ、はい、あ、ニッキー、ニッキー、じゃあ、今回のオール新作公演でお客さんがどぎもを抜かれたタイトルは、コントタオ。タオって、あ、最近 CM でやってるやつ。まあ言いたいことどん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 やってるやつ。よくわからんやつ。よくわからんやつ。熱いやつ。でもこれお客さんは来ると思う。来るやん。タオってやつ。だし感動するんだ。感動する。じゃあまた僕からちょっとできたんですけど。マジでタオみたいのやるか。なんだこれ。乗ってこい。乗ってこい。対抗がいっぱいする。難儀だなと思って。難儀だな。難儀だなと思って。はい、じゃあユウスケ。はい。お客さんがどぎもを抜かれたコントのタイトルは、コント AC。AC。 あ、これはでもこれはあるね。あるかもしれない。でもこんにちはのあれのやつはね、うん、あれパロディ。あ、これはもう採用です。よっしゃ、来た。いや、じゃあ俺実は本当にやろうと思ってた。マジっすか。やっぱりな、 AC。 マタさん単純だからすごいわかるんですよ。本当に。じゃあ、あの答えいきましょうか。あ、もう答え書いたけど、もう一回じゃん。はい。いや、全然書いてないから。一応書きましたよ。あれ、じゃあ一応書いてくれたんで、光栄くんの見ましょうか。じゃあ今年のオール新作公演でお客さんがどぎもを抜かれたコントのタイトルは、コント言い方だろ。言い方と顔だろや。こんだけ時間使ってそれかい。アホだな。色塗るのに時間かかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ正解見てみましょう。はい、はい、今年のオール新作公演、お笑い米軍基地のオール新作公演でお客さんがどぎもを抜かれたコントのタイトルとは何。はい、こちらです。皆さんおすすめのゴーヤー弁当。これはでもこれコントのタイトルなの。そうですね。さっき反応ちょっとアシストしてくれた。ちなみにこれ出演はメロディーがやりますね。そう、娘役。そう、今ねメロディーがね、あの、ね、ヤモと二人で、そう、一緒にやりますんで、よろしくお願いします。いいですね。いいですね。いい感じで盛り上がってきましたね。だんだんとね。行きましょう。じゃあ続いて第3問。第3問。
今回のお笑い米軍基地新作公演で起きたハプニングとは。あ、ハプニング、ハプニング、ハプニング、お笑い米軍基地いっぱい起きてるさ。あ、今回、今回ね、新作公演で、まあ起きるであろうハプニングでいい。あ、なるほどね、起きるであろうハプニング。今までもいろんなハプニングがあって、うんうん、例えばお笑い米軍基地2、うん、2006年の時は、はい、会場のクーラーが全く効かなくなって、うわ、そうなん、本番、まあ、確かに汗だくでや、ひどかったよね。でもその時って、ね、まあ、どこの会場か言わないけど、はいはい、もう超満員よ。そう、あ、確かに超満員で、もう通路もお客さんぎゅうぎゅうで、軽くね、そのキャパ、お客さんの席の数超えてて、もうそんな中みんな汗だくでや。そうなんですよね、もうコントどころじゃないもん。確かに最終的にみんな水飲みたいって言ってたもん、ね、こっちのけでしたもんね、うん、あれすごかった。じゃあ、はい、僕できました。はい、できた。はい、はい、じゃあ今年のオール新作公演で起きたハプニングとは。初日が終わった時点で米軍基地が返還される。これはびっくりだな。何やねん、残り2日間どうしようっていう。あるね。なあ、もう舞台できなくなる。そうそうそう、那覇と、沖縄市と、うん、名護で3公演あります、ね、はい、那覇の公演が終わった時点で、終わった時点で返還されてしまうっていう。はい、はい、じゃあ日記。はい、今年のオール新作公演で起きたハプニングとは。ヤスが釣り棒をなくす。ヤスが釣り棒をなくす。あったよ、身内ネタにこれ。なんだ、俺なくしたんですね。はい、行きましょうか。はい、じゃあ今年のオール新作公演で、起きたハプニングとは。ニッキーが急に日本語上手くなった。英語喋れてます。お前みたいな。これ英語の方が喋れないもん。いや、英語全然喋れやんねん。いやいや、もうペラペラですよ、ペラペラですよ。ペラペラです。困ってたんに、ね、アメリカだから。いやいや、もうペラペラです。期待外れない。じゃあ他ないですか。はい、あ、ツイッター行こう。ツイッター来てますよ、はい、局長からですね。あ、局長ありがとう。ハプニング、はい、目足ゴーヤー弁当差し入れ。あ、いいね、いいね、いいですよ。いや、でもね、実際本当に、うん、ほら今あの日本部長辞めたじゃないですか。あ、そうですね、ね、うん、まああの自分で辞めたっていう形ですけど、はいはい、ということは今多分暇なのよ。なるほど。暇なのよ。おだから、あのうちの社長も言ってたけど、ちょっとオファー出してみようか。出ませんか。出るか。出るか。でも一回米軍基地2の時に、うん、俺なんか県庁まで行って、うん、うちの社長の山城友次と、うん、僕と、はい、招待券持って、はい、でポスター持って県庁の窓口行って、知事に会わせてくれっつって。これを渡したいっつって、うん、でもやったさ、うん、結構意外にウェルカムだったよ。あ、そうなんすか。あ、渡しときますんで。いやいや、それはでも一応沖縄県だからですよ、ね、会えなかったわけでも結局は。あ、そっか。だからでもメアさんはだって今暇だから。あの受付でもぎりやってもらおうか。そういう使い方。受付でもぎり、すごい舞台ですよ。メアさんがマイチケット並んでください。絶対ニュースなるぜ。お前なるけど、報道ステーションで多分トップニュースなるぜ。なるけど、もうどんどん、ほら書いて書いて書いて。あ、こっちも来てますよ、ツイッターで、はい、ハプニング、はい、まーちゃんのポロリ。またでもこれは毎回打ち上げで。そうです、毎回ありますから、ね、毎回っていうか去年は覚えてるか、去年の日記。あ、はい、そうだ、去年打ち上げ、去年ニッキーが初めてお笑い米軍基地に参加して、あ、打ち上げ、僕たち打ち上げもお笑い米軍基地の打ち上げはね、うん、全部公演が終わった翌日にも、そうそうそう、もう夕方5時から、うん、どんちゃん騒ぎですよね。そうそうそう、そしたらもうニッキーがテンション上がって、うん、テンション上がって、でもうね、まあそれは芸人だけのお部屋ですから、うん、周りお客さんね、誰も見てない状態で、でもう俺はね、こうハーフだし、すごいもの持ってるっていう、うん、みんな見せてみ、見せてみみたいな。いや、俺はすごいよっていうから、ね、で、バッて脱いだら、死に普通だった。そんなことないです。普通行かなかったんだよね。全員がっかりしたっていうね。そんなことはないです。はい、じゃあ僕できました。はい、はい、米軍基地で起きた事件、はい、ニッキー親指事件。何それ。あ、今の話です、すいません。情報が足りない。なんで被ったの、そのまま。はい、はい、あ、岡、あ、ツイッターでさっきのはい、クーラーが効かなかった事件、はい、ゆきどんさんがですね、はい、汗だくで見たと、あの時。あ、本当ですか、ありがとうございます。入場料返せ。いや、あの時さ、だから TBS のさこさんとか、そうですよ、来てて、そうなんですよ、あの僕ら実はですよ、ニュース23で特集もされたんですよ、その年。すごいですよね、うん、で、さこさんがわざわざもう1ヶ月前ぐらいからなんか稽古風景とか、うん、で当日もわざわざ来てくれて、うんうん、
でそのね、うん、で俺たち悪乗りしちゃって、うん、その当時筑紫哲也さんが、うん、あ、そうそうそうね、あの筑紫哲也さんがほらやってたじゃん、なんかフリップにこうやって書いて、はいはいはい、ね、今年今日のなんかキーワードみたいな、うん、タジソーロンやってましたね、筑紫哲也のタジソーロンっていうのやってた、うんうん、あれをじゃあその頃ね、まああのニュース2-3のこうアナウンサーで頑張ってた、うん、こう佐古さんにやってもらおうっつって、 そのフリップもちゃんと用意してもらってや、うん、RBC に用意してもらって、ちゃんとそのままの、で佐古さんっつって今日せっかくですかって舞台に上げて、本番中舞台に上げて、もう筑紫さんもいないことだし、うん、タジソーロンやりましょうっつってでフリップ渡して、で俺たちがじゃあマジックこれで書いてくださいって言ったら、うん、まあ佐古さんもノリのいい人だから、はい、いやいやって言いながらも書いたんだよね、はい、じゃあじゃあ書きますって言って書き始めたらマジックつかんばい最悪で、あいマジックつかないってなって、あーってスタッフ持ってこいって言って違うマジック持ってきたらそれもつかなかった、どんだけ貧乏だもん、ね、だからつくマジックないって、そんなこともありましたけどよろしいですか、じゃあ皆さん僕、はい、はい、じゃあ新一郎、はい、今回の新作公演で起きたハプニングとは、こちらです。よっちゃんの大衆が復活もうあれドブみたいな匂いあドブみたいな匂いしたんですけど、結婚式からねちょっとやっぱ和らいでるんですよね、あ、本当に結婚したから、はい、あ、そうドブみたいな匂いって聞いたあれドブみたいだよ本当に一応もう子供もいるんだからお父さんドブみたいな匂いダメでしょ、あ、でもドブ出てきてると思うはい、いいですか、はい、どうかな、じゃあ行く、ゆうすけ、はい、行きます。今年のオール新作公演で起きたハプニングとは、まーちゃん鼻炎になるちょっとしたハプニング、ちょっとしたハプニングです、はい、じゃあニッキー、今年の新作公演で起きたハプニングとは、ウケない怖い、死に怖い、全然もう事故はね事故ですよ。このお題にはツイッターいっぱい来てますね。あ、マジですか、はい、お願いします。ちょっと行きますか、はい、ハプニングこちら、はい、会場が休館日だった、うん、分かるよそれあとね、うん、ハプニング、うん、よっちゃんに AC から出演依頼が、あれノーギャラなんですよでもAC 出演、そうだよAC ってノーギャラなんだよ、うん、あのこれ宮地のお兄ちゃんから書き込んで、あ、ありがとうございます宮島さん、ハプニング、はい、宮地がブレイク大ハプニング、ないお兄ちゃんハプニング、お兄ちゃん優しいなお兄ちゃん優しい、いろいろありますよ、いいですか、じゃあ最後に公平が、あ、最後じゃあ公平お願いします、はい、はい、今回のオール新作公演で起きたハプニングとは、ハプニングしかもグーが見えてないやグーみたいな、グーちゃんとやれや、はい、あ、じゃあいいですか、ちょっと待ってくださ い、はい、いいですよ、あの、うん、ツイッターで、うん、中田先輩からまた あら、ま、お怒りですか、中田先輩今呼んでいいですか、はい、はいはい、あのもう本当に静かにしてもらいたいんですけど、うん、こっちはよっちゃんさんの天才的な文体のコラムを構成中なんですよご苦労なさってるんですねなるほど、ご苦労なさってるんですね、じゃあ見なければいいのに、だからいや、なんなら作業してないだろ今だからこればっかり見てるだろということで答え出ましたよ、あ、はい、今回のオール新作公演で起きたハプニングとは、メアさんが受付でもぎり出てたのにさっき出てたのでしょ、気に入ったんか、そうですね、はい、自分で言って気に入ったんだ、気に入っちゃったこの人気に入っちゃった、そういうことなんだはい、うん、では続いていきましょう、最終問題です、もうですか、あ、最終問題、第4問、はい、今回のオール新作公演の打ち上げの場所はどこ、どうでもいいわこれどうでもいいでしょこれ当ててください、はい、毎回ね、はい、お笑い米軍基地の、うん、打ち上げは、うん、まあ僕がわがまま言わせてもらって、はい、うん、あの焼肉屋さんをね、そうですね、大々的に押さえてもらって、うん、焼肉食ってね、みんなで楽しくね、はい、やってもらって、あ、来ましたか、まあ、肉は食いたいですよね、はい、肉食いたいね、はい、じゃあ行きましょう、今回のオール新作公演の打ち上げの場所はどこ、普天間基地でバーベキュー、あー、いい、これいいやん、いやいや、アメリカ、どうにかこれ、あ、普天間基地のあの金網のフェンス使ってや、そうですよあれあちらしてから最高最高、それやりましょう、最高、はい、はい、はい、ニッケ、今回のオール新作公演の打ち上げの場所はどこ、クラン身内ネタよ、マッターがいつも使ってるところお笑い劇場の先週も行ったところ皆さんお世話になってます美味しいんだよな、焼肉ちゃんがめっちゃ美味しい、焼肉ちゃんみんな行って、本当にめちゃくちゃ美味しいですよ、クランのクラン行って焼肉ちゃん、焼肉ちゃん半しか行ってないのそれしか食ってないの、はい、はい、他できたいと、はい、
はい、じゃあ1年度新一郎、やっぱまちゃんさんが楽しいところがいいと思うんで、うん、そうだな、ね、今回のオール新作公演の打ち上げの場所はどこ。まちゃんさんがお気に入りのゲイの子がいる松山のボーイズバー。行ったー、一緒行きましたね。例のこれゆうすけは行ってないの。行ってないですね。この4人は行ったんだよ。ノリノリで。はい、もうまあいつもな、まあスナック女の子のいる店行くけど、たまには違ったところ行こうぜっつったら、そうそうそう、ともともね、キャッチを2人行く。いいところありますよ、いいところありますよと、ああついてきてくださいって言ったら、ああ全員ゲイの方で、いやすんごい楽しかった。いや楽しくてな、話も弾んで、そう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 、自分がその目覚めた時はあのいつだとか、うん、あの話をね、いろんな話をして、いやすごいな、面白いな、キャッキャキャッキャ盛り上がってるのに、一人だけ全然面白くない。もう帰りたいです、俺帰りたいです。なんでよ、いや認めれや、お前いいやんよ、同じ人間だろ。大嫌い。いや、お前、お前、お前、女の子が好きだからな。女の子が好きだからな。女の子が好きだからな。こいつは女が大好きだから。女の子が大好きだから。そうですよ。道端で泣いてる女拾ってくれるから。それも問題ですけど。この間、拾ったのが元カノだったから。拾ってない。拾ってないですよ。どっちで拾うよ。拾ってないですよ。いつで泣いてるのみたいな。拾ってないです。拾ってないんだけど、なんか道端で泣いてたんで、心配だったんで、大丈夫って聞いたんですよ。聞いたら元カノだったんですよ。しかもここで言えないもとかは絶対に言えない、言えないもとか、もう誰もが知ってる人です。お前居酒屋の居酒屋で初対面の女トイレで キスしたりするの。最低だよ、最低だよ、最低だよお前、最低だよ。ごめんなさい本当に皆さんね。はいはい、はい、今回の問題何でしたっけ。新作公演の打ち上げの場所どこですか。はいはい、ゆうすけ。はい、まあ近いところがいいんで、うん、モノレール牧師駅。駅だ、もう閉まってるぜ多分ね。はい、他どうですか、どんどん開けて。じゃあ俺も近いところがもう行くよ、はい、いいかなと思うんですけども、ね、はい、はい、じゃあ今回のオール新作公演の打ち上げの場所どこ。近いと牧師公園っていう。近い、ほんと近い、ほんと近い、ほんと近い、まあいっぱい違うおじさんいっぱいいますけどね。ツイッターなんか来てますか。来てますよ、はい、ね、こちら打ち上げの場所、はい、ユーミさん、はい、ヘントなスーパー。よっちゃんのスーパーね。よっちゃんのスーパー、何も売ってないスーパーですよね。売ってないってことは、これ沖縄県さんですかね。沖縄県さん、ありがとうございます。打ち上げの場所、はい、尖閣諸島に現地集合。うまい、うまい、いいですね。いや尖閣諸島でビーチパーティーだろ、やっぱ中国人とで、うちらの人と一緒にビーチパーティーしたら最高だよ。いいじゃないですか、食べ物ヒージャーしかいないんじゃないですか。ヒージャーもいないかもしれない。あと局長が、あ、局長ありがとうございます。FM 沖縄って言ってます、ね、絶対ないです。絶対ない。なんで絶対ないってないの。絶対ないです。だって FM 沖縄で盛り上がらんだろ。いやいや、楽しい。だって FM 沖縄で脱いだらダメでしょ、局長。絶対脱げるところ。脱げるところ前提ですよね。はい、じゃあいいですか。はい、答え出ましたよ。出ました、はい、今回のオール新作公演の打ち上げの場所はどこ、はい、こちらです。クラン。やっぱりクラン。いつもの場所あんに。いつもの場所で日記書いてあんに。そうだったね。クラン。そうだね。クラン美味しいんでね。答え適当すぎないですか、まだ。ま答えの気持ちよさがないんですけど。いやだってしょうがないだろ、中身何も決まってないんだから。本当だよ。はい、中身まで、はい、ここで、はい、はい、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーは。ワンミニッツモノマネ告知。忘れてた。わわわわ、戻ってきたこのコーナー。これちょくちょく入る、入るよこれちょく。だから今日言っただろ、今日はお笑い米軍基地セブンの告知番組だから。そうですね、忘れてました。じゃその前にさ、ほらさっきほら、はい、このモノマネは、うん、何ツイッターでも触れるんですかみたいな。そう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 、こっちから振ってもいいんですかみたいな、うんうんうん、あとそれ来てる、なんかモノマネしてほしいもの。いや今のところは来てないですね。来てない。じゃあ今から選ぶんで、うん、その間皆さんちょっと送ってみてください。そう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 、はい、なんかこれやってほしいもの ね、うん、ね、うん、あの今から1分間モノマネをしながらお笑い米軍基地セブンの、はい、告知をします。はい、何のモノマネをしてほしいのか皆さんツイートしてください。よろしくお願いします、うん、はい、はい、じゃあその間に行きましょうか。はい、怖い。はい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 、最悪だな。はい、じゃあ行きますよ。うわこれ絶対嫌だ。じゃあはいはい、じゃあ引いてよ。はい、みんな見せるんだよ。はいはいはい、モノマネ誰だ。わー、違うんだよな。はい、シュイチの前行け、前。違うんだよな。前行け、前。 T シャツ前行って。誰じゃあニキちょっとツイート見てて。ツイート、はい、ツイート見て、ツイート。うわ最悪だな。シュイチちゃんの前行って。今来てるのありますか。 ありますね。あ、来てますね。来てる来てる。可能、これさ、でも恐怖とか言っても見てると頭おかしい人じゃないですか。マイク開いてる。アムロナミですけど。あ、OK。 え、
いろいろ来てます。え、なにカラカラアムロナミエアムロナミエ、うん、桃井香織これいいですね。桃井香織いますね。桃井香織いいですね。桃井香織いきましょうか。他ありますか。桃井香織でいきましょう。ちょっと待ってください。はい、それじゃあいきますよ。桃井香織でワンミニッツモノマネ告知どうぞ。こんばんは。桃井香織です。名前言っちゃった。この桃井香織肌荒れてる。笑い米軍基地へ。オール新スタックツアー。新一郎あんなんなイライラする新一郎あんね。まーちゃんがまーちゃんがなんで言い直した。企画脚本SK2 どういうの担当します。パレット市民劇場、うん、名護市民会館、うん、大ホール、うん、沖縄市民終了。できないでしょ、いい全部は。いやいや、まだ SK2 の入り具合が良かったです。恐ろしいですよ。カメラ待ってる。恐ろしいよこれ。はい、ありがとう、しんいちろう。わいいなこれ。怖っ。オッケーオッケー。はい、桃井香織怖っ。ねえ、みんなありがとうございます。ツイートもね、ありがとうございます。もう最高だなこれな。じゃあ続いていきましょうか。あんたが考えた企画。最高だな。ほらもう見てみ、もう50分過ぎてるよ。そうなります。ほんとだ。あと10分しかないよ。や、もういいんじゃない。もうじゃあいきますか。はい、続いてのコーナー。まだあるのコーナー。続いてのコーナーはこちら。はい、最近のニュースベスト5。最近のニュースね、はい、このコーナーはですね、はい、数々の時事ニュースをネタにしてきたお笑い米軍基地、うん、しかし今年6月18日から始まるオール新作ツアーのネタはまだ全くできていません。もう白状しちゃった。そこで出演者の皆さんに最近気になるニュース、うん、ベスト5を挙げてもらい、うん、新作コントの参考にしたいと思います。もう認めちゃった、はい、ということで、はい、5位から1位まで、うん、上げていきますんで、じゃあまず5位から。あ、5位、ね、みんな書いて。最近の、はい、気になるニュース、うん、第5位。はい、あ、5位ね、はい、書いて、はい、これ自分に起きたニュースとかでもいいんですか。これはだからもう自分の中で最近気になってるやつ。5位、5位でしょ。5位よ、うん、5位だからね。まあまあ、5位はこんなもんかな。はい、はい、大丈夫？オッケーですよ。ちょっと早くかけ。オッケー。ちょっともう俺本当にね、これ、うん、見てる人本当頭おかしい人しか見てない。頭おかしいみたいな。マジでどんどんモノマネの振りがすごい数来てる。どんなの来てんの？あのね、うん、中森明菜とか。あとビギンの比嘉さんとか、ね。はい、栄翔さんね。はい。大丈夫？みんな書いた？はい、書きました。じゃあちょっと待ってよ。一応ね、全員で見せるのもあれですけど、じゃあゴリラから見てみる？はいはい、じゃあゴリラコーポレーションから見てみましょう。最近気になるニュース第5位はジャカジャン。はい、どうぞ。はい、僕は子供手当が9月で終わるっていうことがね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。もう僕心配でしょうがないんですよ。あ、本当にそうだよな、はい、で、2月目安、うん、地球は灰皿か発言。違うよ多分。これしんちゃんさんなんかじゃないの。神先生としんちゃん。あ、でしたっけ、うん、あ、違いました。違うと思います。これじゃないのか。じゃあ違いますね、はい、じゃあ続いて、はい、じゃあしんいちろう、はい、ニッキー見てみましょう。はい、はい、どうぞ、はい、じゃあじゃん、はい、しんいちろう、第5位まさき髪を切る。短くなってたな、うちの相方のね。ね、短髪になってたね。この人ね、はい、短髪になってたんですよ、ね、じゃあ続いてニッキー。バーに行ったら米兵に喧嘩売られる。やばだ、こんなことあったもん。ほんとはバー行ったら何もしてないのになピリピリしてるんですよ。バーの店長がごめんっつって、ごめんで、イラク帰りだからよ。イラク帰りだから許してあげるんですよ。それはでも米兵悪くない。イラクからこれピリピリするよお前。すごい話だね。みんな命張ってきてるんだから。いや終わるよそんな。ハーフは関係ないだろう。まあそういうこともあったということで、すいませんね。じゃあ正解いきましょうか。はい、これ正解ってあんの。正解ってあるの。正解ありますよ。最近の気になるニュース第5位はこちらです、はい、
ゴリラコーポレーションユウスケ離婚です。僕これ出したぞ。そうそうそう、ありましたね。月何万払ってるんだっけ。3万円です。3万ですよ、ね、結構でかいよ、はいはいはい、離婚しました。これいつでしたっけ。2月ですね。2月、最近じゃないですかこれ。最近、うん、でもなんかやっぱりね、うん、離婚前はピリピリしてたよね。あの米兵と一緒で、イラク帰りの米兵と一緒で、本当離婚寸前でしたから。離婚前もう1月とか最悪だったもんな。そうそうそう、近寄るなオーラ出してましたね皆さんに。本当にでも今はね、はい、もうじゃあ綺麗さっぱり。そうですね。今宜野湾のウィークリーマンションに住んでます。そうです、そうです。一人で一人優雅に住んでます。いや一時期事務所に住んでただろうじゃあまず車の中です。車と事務所を行き来してるて、みんな大変なんですよ。はい、はい、じゃあそれじゃあ行きましょう。第4位、第5位、はい、ちょっとツイッター行っていいですか。はい、来てるんで、はい、ニュース第5位、うん、まーちゃんの声治るっていう。いやいや治るも何も。別に怪我してないし声。元頃こういう声ですから。あとよっちゃん溺れるっていう。あの海好きのよっちゃん。何の話よ。違いますね。はい、はい、じゃあ4位いきましょう、はい、4位書いてください。はい、4位。やっぱでも沖縄のねこと気になることなんですよね、はいはい、やっぱりね、はい、そうだやっぱりあのお笑い米軍基地は沖縄のニュースをそうそうネタにしてますから、うん、米軍基地のネタになるようなやつじゃないと。なるほど、そういうやつをってことですか。そうそう、そういう視点で俺なんかも常に見とかんと。米軍基地、そうだよ、まーちゃんさんに任せっきりだったらもうほんと、うん、そうだよ、ね、終わるよそのうち。終わらんわ。やるよ。続く、はい、書いてください、はい、じゃあ俺も書こうかな、書きました、はい、はい、いいっすよ、はい、いいですか。5回です、はい、まあ、4位はこんぐらいかな、はい。はい、行きましょうか、うん、はい、じゃあ行きましょう。最近気になるニュース第4位、じゃあ次はこっちからいっか、はい、C1郎からいこうか、はい、C1郎どうぞ。ドンドン。第4位、うん、ステーキハウス壁銀座店出店。マジで。壁そうなんだ。壁銀座に出店したんですよ。全然踏まえてないですけど。いや壁ってすごい、しかもスタッフを沖縄から連れて行ってですよ、スタッフのモチベーションを上げるために高級マンションに住ませてるんですよ。マジすごくないですか。すげえ。こんな FEC との差ですよ。僕なんか事務所住んでいいですかって言ったらダメって言われました。それ違う、車に住んでるもんね。問題がまた違うだろ。いやすごいね壁ね。これかな、すごいですね。はい、じゃあ続いて日記。はい、2年ぶりぐらいにこの前、うん、道歩いてたら、うん、いやアメリカかって言われて傷つく。なんでいいやんよ。ゆうすけさんもいたんすよその時。隣に。なるわ。お、はい、いつ聞こえなかったんですかね。なんかイベントゆいまるの時にこう、うん、募金してください、ああ募金してくださいって言ってたら、後ろから急におじさんが来て、ああいやアメリカかって言うんです。久しぶりに、普段から2年ぶりぐらいに久しぶりに言われて、涙ぐんで、いいだろうや、涙ぐんではないです。そんなこと言うよ、前国際通りで通りすがりに、うわめっちゃ怖いって言われたでしょ女に。マジで。その方が嫌だろ。マジで。それは感じます。まあ誇り持ったよアメリカに。お前アメリカにはもうもう持っとけよお前。そうだよ。はい、ゆうすけ、はい、第4位、次のニュース、鈴木宗男を実刑。これツッコミづらいわ。ツッコミづらいし、本当に次。本当に次。でも相方はポカーンってしてましたから、まず鈴木宗男知らない。何のこと言ってんだろう。誰なのかも分かってない。分かってない、全然分かってない。はい、続いてどうぞ。3月、はい、基地問題の最中、うん、僕結婚しました。ああ、そうだそうだ、そっか、そうだよな。3月3日に席を、全然面白くない。全然面白くない。こっちは離婚して、こっちは結婚してね、もうじゃあ僕だろうと、うん、あ、なるほどね、結婚しましてね、はい、じゃあ答えいきます、はい、最近気になるニュース第4位はこちら、サッカー数頑張る。なんか嘘。足の割にはね、見た、足の割には頑張って見たいや、見たけど。あのチャリティーマッチ、ああいうことですね。あれ泣いただろ。いやいや感動しまい、感動しましたけど、数頑張った。もうちょい俺米口作ってる人ですよ。もうちょいタイトルうまくできませんか。数頑張る、覚えたての日本語、小学生みたいな。あいつはもう見てる、58分だよもう。やばいやばいやばい、もうキッチン12時には終わるからな。うまい書き込みありますよ。第4位ニュース、うん、尺が足りず1位まで発表できず。恐れありますよ、恐れ。うまいうまい、この恐れある。ありますね。はい、3位いきましょう。もうチャチャチャっといこう。はい、3位、3位、第3位ね。3位か、何があったかな、はい、あ、そっか、あ、でもこれじゃないですか。はい、もう時間ないからね。はいはい、チャチャっといこう。はい、OK です。じゃあゴリラコーポレーションから見ていくか、うん、書いた、書いた、あ、じゃあ書いた人から行こう。はい、じゃあ普通に行くけどな。
はい、え、チェンダー、新一郎、はい、行きましょう、はい、どうぞ、はい、第3位、うん、スリムクラブいいなあ確かに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 、これもそうでしょ。いやだけど沖縄国際映画祭のさ、はい、楽屋で会った時さ、はいはいはい、やっぱりちょっと疲れてたよやっぱうん、だって何百本って仕事入ってますからね。いや超疲れてた、だから俺もあれ M1 終わってから揃う時初めて、はいはい、終わってから会ったのはね、はい、初めてだったから お疲れさんって、うん、やったねって言ったら、うん、ありがとうございますって言ってたんだけど、どんなに忙しいねって正直無理です前だけ言ってて、じゃああんまり売れなくていいか大変だもん、今くらいがちょうどいい、今くらいがちょうどいい、今くらいがちょうどいい、ユーストリームでちょうどいいよ、これくらいが一番いいな、はい、じゃあ日経、はい、じゃあネガティブが何とか言ってたんだ、ポジティブで、はい、ポジティブで、ハーフあるあるブレイクかかブレイクか、でも実際、はいうんはい、OTB のスタッフにハマってるらしいな。ええー、なんなの？もうなんなの？なんなんすよね。結構早くやめればいいのに。そうそう。街歩いててもね、よくこうナイスアウトっていうの。ナイスアウトとかよく見られたりするんですよね。で僕をテレビで見たから見てるのか、アメリカが歩いてるなとか。ナイスアウト。そんな珍しくない。どっちなのかなって。多分見てないけど、ハウだからナイスアウトって言ってんじゃない？それはね。あ、そうなんですか。はい、次ゴリラコーポレーション。はい。あ、でも僕新一郎さんと一緒ですね。はい。サッカー日本代表ベスト16です。違うわ。はい。これ頑張ったな、はい、ワールドカップ、あ、そうですそうです、去年だね、あ、去年ですか去年だね、あ、そうなんだ、まあでも1年のでいく、うん、ちょうどじゃワールドカップやってる時に去年のお笑い米軍基地、あ、そうか、あ、そうだ、そうそうそう、重なってたんです、ね、で、ネタにしてたさ、あ、うん、で、テーマ基地撤去してからワールドカップ今度4年後普天間でやるみたいな、あー、そっかそっか、そうそうそう、そのコント出てましたね、自分、うん、いや、出てたね、出てましたね、もう稽古が嫌でしたもんサッカーみたいのに嫌でした、確かに嫌っていう、だから試合も夜中だったじゃないですか、いや、だから俺もさ録画してからさ、あの時、はい、一番初めの試合カメルーン戦、はいはいはい、みんなが一番注目して、ホンダが決めた試合、うん、はい、言ってみ、はい、まさか勝てると思わなくて勝った試合、うん、はい、あれの日に稽古で、はい、でもう3時ぐらいまでやって、そうですよ、いつもで、うちの事務所は国際通りのアサートにあるんですけど、うん、で、俺はもうその試合録画してたわけ、はい、もう帰ってから3時だろうが何だろうがもう見ようやつって、はい、で国際通りバイクで走らしてたらユニフォームを着た人たちがいっぱいいてデイジ大喜びしながら日本ホンダ最高って、誰が決めたかまで分かった全部分かった、最悪全部分かった、そんなことありました、はい、第4位、はい、コヘ、あ、4位でした、まだ、あ、3位、はい、第3位、第3位、4月嫁妊娠7ヶ月これでしょう、ね、めでたいね、はい、めでたい、ね、全然面白くない、ね、めでたい話全然面白くない、予定日はいつですか、予定日は7月ですね、あー、ちょうどじゃあ、はい、米国基地だからもう危ないな、17日なんです、7月17日、あー、じゃあギリギリ大丈夫か、休み休み休みや、お前休みや、いや、僕が休んだらもう、あ、俺もう順次過ぎてる、ほら、あ、あ、終わるかも、引き換えた、あ、ちょっとちゃちゃっとやっていこう、もう、はい、もう今日だけだよ、はい、なんで今日だけだよ、まだ12時15分までには終わる、そうです、あ、そうです、15分15分までこれで決めるんですか、これ決める、軽い感じで、はい、じゃあ行きますか、はい、あ、3位、最近気になるニュース、うん、3位、サッカーホンダも頑張るホンダもうってサッカー好きなだけやん、サッカー大好きタイトルもうちょい考えてくださ い, い, いはい、続いてここで続いてのコーナーですよ、えこれは初のサインですけど、第2位は、はい、ここでワンミニッツモノマネコンテスト時間時間ないんじゃないですか、あと15分で終わるんでしょ、ね、やってる場合じゃないでしょ、いやいや、だから早く、まあ、これ違う、だから言ったの、今日は告知の番組だからさこれ本当にさっきから何このなんか大喜利的なことばっかりって告知宣伝してたよ告知の番組だよ、あんたが考えてきたはい、このコーナーは1分間モノマネをしながらまだ全く中身が決まっていないお笑い米軍基地セブンの告知をしてもらいます、イエーイ、いやだな、はい、憂鬱だな、じゃあね、また皆さんどうぞ、どんな、うん、そうですね、今のうちにモノマネをしてほしいのか、はい、ツイートしてください、うわー、怖いな、あ、そっか、これ2回当たる可能性もあるんですよ、あれも全然あるんですよ、あるよ、うわー、はい、もう嫌だな、じゃあ誰が告知をするのか決めましょう、はいはいはい、よし、ちょっとちょっと、はいはい、えはい、オッケー、はいはいはい、いくよ、はい、モノマネ誰だ、よし、やったー、 T シャツだ、 T シャツ2回目、うわぁやったねー、もうないって、もうさあどんどん送ってみてください、もう時間ないよ、ニッキー、はい、見て、もう嫌だ、もうあるよ、お前、何がある、ハブ、大竹しのぶ、大竹しのぶ来た、あ
もたいまさ、もたいまさこ一人あの、仲良しな感じきな小吉あ、小吉さんあ、小吉さんもたいまさこもたいまさこいいね仲良しのもたいまさこのみそらひばり、みそらひばりいいじゃないですかいやいやいやもうたださっきあの、モノマネやってる途中、うん、フォローの人数が急に減ったんですよ今何人ぐらい今誰が来てる今何今ツイート何来てる何人ぐらいどんぐらい来てるんですか今どれぐらい来てるんですか今ツイート97あでも結構見てるねありがとうございます見てる人50人ぐらいいるんじゃないですかマジで、うん、ちょっと見てる人あありがとうございますじゃあ、ね、どうするもたいまさこ行くもたいまさこはなかなかなまあ顔芸的なところがあるからもたいまさこキナショウキさんでいきましょうか T シャツ重ね着ってキナショウキさんキナショウキさんキナショウキさんもうお笑い米軍基地のネタにもなったキナショウキさん懐かしいですねショウキさんのネタもやりましたけどねはいじゃあいきますよキナショウキさんはい、はい、ワンミニッツモノマネ告知キナショウキチどうぞ首振りすぎ振りすぎ首腹告知しない腹じゃない曲名はいい告知しない楽器に楽器にじゃない告知ほら告知をほらあんたなんかよあんたなんか演説はいいから沖縄はアメリカのものでもねああ日本のものでもないよおどこのものなんですか私のものだよ違うよ終了終了面白い全然告知できてない面白い殺すよ全然告知してないいや面白いな全然告知してないよもうじゃあいいや次2位1位の発表が残ってるんですけどね最近のニュースじゃあ2位いくか、はい、もう1位いくか2位行きたい人1位いきましょうもう1位いく、はいじゃあもう時間もね、はい、12時までっていう予定だったのにはもう12時6分になってるんでそうですねじゃあ行きましょうか、はい、1位いきましょう、はい、1位書いてください、はい、1位頑張ってはいあの最近気になるニュース、うん、第1位ですよはい、はいお笑い米軍基地のオール新作公演のネタの参考にさせていただきますので、うん、ちゃんとやろこれはこれはほんとちゃんとやって1位だけは、はい、もう俺だって今日なんならさ、うん、今日みんなとこんなで喋ってる中で、うん、ネタ1個でもできればいいなと思ってたわけよそれぐらいの企業できたのないなんかさっき正吉さんのモノマネ使えるかあんなのよ全力ですよあれ俺の全力投球でしたよはいじゃあ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 やって第1位ですよはい OK1 位はい1位ツイッターでモノマネリクエスト千葉吉兆のおかみってきてますけど懐かしいな懐かしいでも千葉吉兆のネタもやったんだよねあそうですねやりましたねメアさんが総領事やってる時にメアさんと四軍調整官沖縄のね軍の一番偉い人メア、うん、さんはアメリカ沖縄にいるアメリカの人たちの中で一番偉い人なんですけど、はいはいはい、それがあの軍の一番偉い人に身内しながら記者会見するっていうそう考えたらほとんどのニュースネタにしてんじゃないですかもネタにしてますねやりましたねはい書きましたかはい書きました、はいはい、うん、いいですかはい OK ですよじゃあ出してくださいはいはいじゃあまず新一郎はいこれしかないでしょはい第1位は、うん沖縄のホームソング森のフクロウ4月何それえ何それ森のフクロウっていう曲を4月のホームソングになってるんですよしかもこれブームの宮沢さんが歌ってる、うん、そうなのやってますね、うん、森のフクロウほほあれこれ五木ひろしこれが第一そうこれは間違いない宮沢さんこれ間違いない森の袋森の袋ですびっくりしたこれ、うん、ねはい続いて、はい、ニッキー違ったなこれはい、はい、ニッキー、はい、元気の元ちゃんに認められるあなんかね、うん、はいこれ僕の大ニュースだったんですけどどういうことこの間ねイベントでネタをすることがあって、うん、その時元ちゃんさんが前川芳健さんそうですね、うん、三振の夢な、うん、それで僕の前に歌を歌ってて、うん、その後に僕がネタをするっていうことで、うん、ネタをしたんですよ、うん、で終わった後に呼ばれたんですよ、うん、ニッキー、うん、呼ばれた元ちゃんさんが僕に、うん、ニッキーナイスハーフだからそれ言いたかっただけじゃないわナイスハーフ認めてはないんじゃないだから言いたかったんじゃない言いたかっただけですから、ね、そうお前今日ナイスハーフ今が初めてじゃない自分持ちネタ考えやそうです、うん、今初めてです、はい、じゃあ続いてはい、行きましょう、はい、じゃあ僕行きますゆうすけそうですね、ゆうすけ仕事クビに、その会社の CM にオリジンの芸人が出てますそうなのはいマジでマジですよ見てる見てるコーヒーのですよコーヒーのですよあ
はい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 、ゲンビのやつ、そうです、ドライバー、僕社長にも散々言ってたんですよ、芸人やってますっつって、あ、ベンビーの CM で失敗流れてるよ、そうなんですよ、あの力入れるって言ってたんですよ CM に、今度は、期待しててくださいっつって、でしたらクビになって、クビになったんですよ僕、そしたら違う事務所の芸人を使ってせめてうち使えよって、わったどこ行ってもダメだな、ほんとそうですよ、どこ行ってもダメだな、 CM 出れるような人いないからね、はい、公演公演公演行こう、はいはい、最近気になるニュース第1位は目足だから死が死が切れてるから目足覚えて目足画角覚えてね、目足確かにね、まあこれはもう完全にネタになりますよ、もう、ね、あの実はちょっとこういろいろネタ、うん、ね、あの構想はあるんですけど、はい、あ、ごめんなさい、書いてはないですけど頭の中で書いて、もうそろそろ書いて必要、台本必要そらそうでしょ、じゃあ行きましょうか、はい、第1位、じゃあ僕の方から正解発表しましょう、お願いします、第1位は少女時代で G そういう自己紹介みたいになってるそれ今月の第1位はみたいになってるこれが一番可愛い曲ですね、可愛い曲ですね、何の話よ、はい、ということで、はい、もう見てください、12時10分ですよ、本来なら、はい、もうここで終わりですよ、はい、ですからラストのコーナー行きましょう、まだあるんですか、いや、大丈夫時間、ワンミニッツモノマネコンサートマジか、本当にまたやんなもういいんじゃないですか、言ったさ誰も、だっていやだから考えて、え今までさ何回かやったけどこのワンミニッツモノマネ告知、はい、誰一人ちゃんと告知できてないコーナーに無理があると思うんだよ、あのさちゃんと今チケット発売中ですとか、どこ行ったら買えますとか、もう売ってるんですよ、そういうのちゃんと言わないと、しっかり言わないと、ここ来た意味ないから、そうですよね、確かに、なんならだん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 もうツイート人とあのしてた人たちも寝てるからね、減ってってますね、減ってってるから減ってってる、うん、ちゃんとやろう最後くらい、行きましょう、ね、じゃあお願いしますよ、よし、もうじゃあ皆さんどうですか、よし、はい、なんかね、あのモノマネしてほしい人を、はい、あのツイートしてください、よろしくお願いします、はい、いいですか、はい、じゃあいきましょう、うん、モノマネだーれだ、うっそでしょ、うっそでしょ、すごい目立ってませんか、目立ちたがり嫌だなもう時間ないよ、早く T シャツ、もう12時11分だよ、はいはい、T シャツ言うな、はいはい、もう俺ツッコミに吐きがないもん、来たね、モノマネひみこひみこ、はい、で、あとは、小林日賀隆のモノマネってなりました、あ、僕の相棒ですか、かつての相棒ですか、ポッテカスの高橋さんのモノマネ却下します、あとはあとは誰、何、小沢美佐子、小沢美佐子さん、いやいや、ちょっと無理でしょ、ミキトニー、ミキトニー、なんだろう、ミキトニーとか無理でしょ、もうあとは、あとは、あ、いや、ちょっと下の方を見てごらん、今やりやすいのにしてくださいよ、小林にする、小林で、小林は今日じゃあ分かった、はい、木下昇吉さんでお願いしますもうこれしょうがないよ、そうでしょ、木下昇吉さんで、あ、だからさっきのはチャンプルーズ時代の木下昇吉さんでなるほどなるほど、国会議員になってからの、はいはいはい、木下昇吉さんで、なるほどなるほど、まともになってからの、まともでずっとまともだよお前、変なこと言うよお前、でっかいせよお前はい、いいですか、じゃあ行きますよ、それじゃあ行きましょう、木下昇吉さんのモノマネでワンミニッツモノマネ告知どうぞ。さっきより鼻一緒。一緒。一緒。国会議員なんてもこんなやってるの。あんた何回よ。あんた何回よ。何。政府、日本政府よ。日本政府何。おい。何。日本アメリカにお金ばらまいてる場合じゃないよ。あ、そうだ、それいけ。外国にお金ばらまいてる場合じゃないよ。あ、場合じゃない。誰にお金ばらまくか考えなさい。あ、考える考える。誰にばらまくの。私にばらまきます。怒られるわお前。終了ああ、お前これ世界中に流れてる面白いお前知らんよや面白い俺さ、俺なんか実は違うんですよ、うん、あの一度ね、はい、東京で木下昇吉さんと思い出しますね一緒に舞台に立ったんですよ、うん、俺たちはお笑い米軍基地で呼ばれて、うん、で、俺なんか終わった後かそうに木下昇吉さんが同じステージですよ1時間ライブをやるっていう、うん、ねで実は俺たちその呼ばれた時に木下昇吉さんをあのいっぱいこうネタにするネタを用意してたんですよ、うん、悪の数軸ってネタね、うん、
で、悪の数軸こいつだみたいなんで、うん、木内将棋さんのなんか写真が出てくるみたいな、うん、これ、まーちゃんさんが考えたネタ、まーちゃんさんが考えたネタですけど、いやいや、それいろんなあれがあってね、はい、いろんな、その時はブッシュの問題とかあって、はい、それなんか、そういうのあって、うん、それをまあ、大きなネタいろいろやってたら、木内将棋さんが出ると、うん、直前まで悩んだんですよ、このネタやるかどうしようか、はい、本番、カットしました完全にビビりましたよね。ビビりましたね。ビビりましたね。さすがにと。さすがにこれはと。いやーで終わった後楽屋に来てたじゃないですか。来てた。そうなんだ。小松さんが、ったよ。あーお前なんかいいよ頑張れよって言われて、はい頑張ります。ちょっと動揺してる。危なかったみたいな。ということで今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。もう14年最後はちゃんと告知しましょう。はい。しっかり行きましょう。あれ市長前出し、あ声出して。取って。はい、もう疲れたなんか、はい、うん、ということでですね、はい、お笑い米軍基地のオール新作公演が、6月の18日土曜日、うん、パレット市民劇場、そして、6月の25日沖縄市民小劇場アシビナ、はいはい、そして7月の2日名護市民会館大ホールで行われます。全ての公演ですね、うん、夕方の6時半会場7時開演、そして全席指定となっております、はい、ね、FEC のメンバーたくさん出ます、はいはい、前売りが2000円、当日2500円です、前売り券なんですがファミリーマート各店、ファミポート、ね、あの機械がありますよね、はい、コンビニの中に、うん、あの機械で買えますんで、そして E プラスでも買えます、詳しいお問い合わせは、はい、098-869-9505FEC オフィスまでよろしくお願いいたします。全席指定です。なおですね、前売り当日ともに高校生以下は、はい、半額になりますので、その証明できるもの持ってきていただければ半額になるということでございます。オール新作です。毎年、やっておりますオール新作公演、やりますんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします。コントだけじゃなくて喜劇とかもね、うん、あのやりますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ最後にツイートだけ拾って終わりましょうか。そうですか。はい、なんかありますか。ね、感想とか来てる。いつも福岡から来てくれる。はい。小倉。はいはい。エリオさん。エリオさんが、はい、6月18日、うん、那覇公園にチャービラ祭。お航空券、お片道しか買っていません。ナイス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 もう永住ですね、じゃあ ね、わざわざありがとうございます。ナイチこんなって内地からもね来てくれるわけよ、ありがとうございます。他にも今度こそ見に行くさっていう人とか、はい、見に行くよねとか、はい、ありがとうございます。あと宮地のお兄ちゃんが、はい、おやすみなさいっていう来てますね。ありがとうございます。ありがたいですね、皆さん。いや本当に皆さんね、遅くまでありがとうございました。時間を予定よりもオーバーしまして、お送りしました。今日タイトル何でしたっけ。お笑い米軍基地セブン本島縦断オール新作ツアー2ヶ月前緊急告知スペシャル以上で終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これなんか、おなんか怪我して終わったみたいな感じ。確かにそうだね。せなだ、はい、ありがとうございました。はい、撤収。